撮影機ブリッジは北海道札幌市北区にある複合商業施設 JR 北海道函館本線札幌駅の西口に所在する。本校では当施設と隣接する商業施設ウエスト6についても合わせて述べる。札幌駅が高架駅化された後、この場所ではもともと1995年に開業したヨドバシカメラ札幌店が営業を行っていた。 ヨドバシカメラが2000年に移転した後は、ベスト電気札幌駅西口店が入居していたが、道区北33条に所在する、ベスト電気、BB 札幌本店との統合により2010年3月に閉店、それ以降空キテナント状態が続いていた。その後、2011年5月28日に複合商業施設として、当施設が開業。 北海道旅客鉄道関連市会社の北海道 JR 都市開発が運営を行っている。北隣に移転したヨドバシカメラマルチメディア札幌フードストリートウェスト6は北海道札幌市北区にある商業施設であり、撮影機ブリッジ西側に隣接する。名称の由来は西6丁目に所在することから付けられた。隣接する。 撮影機ブリッジと同じく JR 北海道函館本線札幌駅の西口に所在し、南側が歩行者用通路で撮影機ブリッジと間接的に接続している。名称はフードストリートウエスト6であるが、アミューズメント施設やリサイクルショップなど飲食店以外のテナントも入居している。ウエスト6に対して西5丁目の撮影機ブリッジを便宜的に ウエスト5と故障する場合もあり、ウエスト6内のフロアガイドやかつてのベスト電気、札幌駅西口店時代に、原撮影機ブリッジ部分に、ウエスト5の表示があった。撮影機ブリッジと同様に、北海道 JR 都市開発が運営を行っている、看板撮影機ブリッジを含めた、フロアガイドドア。ありがとうございます。